みなさんこんにちは防衛大臣の岸野坊です本日は気候変動が平和及び安定に与える影響というグローバルな課題について私の考えを述べさせていただきます気候変動は連鎖するリスクです気候変動は環境の過酷化を促進し環境の過酷化は犯罪や過激主義の温床となり社会を不安定化させ また領土や資源をめぐる争いを助長しますこうした社会的不安定は紛争の火種となりさらなる環境破壊を招きますそしてその環境破壊はまた新たな紛争の原因となりますこうした負の連鎖による影響は一国一地域にとどまらず地球規模に拡大しやがては大規模な国家間 地域間の紛争を招きかなません気候変動の進展によりこの地球上から安住の地がなくなってしまうことを私は大いに危惧しています例えば海面の上昇は陸地を減少させ領土や資源をめぐる争いを活発化させる可能性がありますこれにより地域全体が不安定化しますまた北極海における 海表面積の減少は艦艇の強行が可能な期間及び海域を拡大させており将来的には海上戦力への展開や軍の海上輸送力などを用いた軍事力の軌道展開に利用されることが考えられます。私は、こううした懸念が旧にに、終わるように気候変動を安全保障上の課題と捉え、 防衛省に気候変動タスクフォースを立ち上げ全力でその対応に取り組んでいます国際社会においてもさまざまな安全保障の協議の場において気候変動を扱うべきだと考えます我が国では東南アジア諸国や太平洋島諸国との意思疎通を緊密にしこの課題に取り組んでおり防衛省においても先日開催した JP とにおいて まさに気候変動について太平洋島諸国やパートナー国と議論をしたところです軍事利用の進展が懸念される北極海の問題についても軍事化を防ぐための競技プラットフォームの進展を期待します気候変動は一国のみでは解決できる課題ではありません我が国が今後世界のあらゆる国と手を携え 力を尽くしてままいります。そのために COP26 で大いに議論が盛り上がることを記念いたします。